ラジオ業界歴20年のフリーアナウンサーです。地方局で長く番組を担当してましたが、去年秋に突然組になりました。数字もそれなりにとる放送事故もありませんでした。私の後側は地方アイドルでした。ラジオに戻る努力をすべきか、音声配信に挑戦するべきかもなっています。ラジオ業界は音声配信を見下げているので、音声配信を始めると、ラジオを諦めたと見られてしまいます。ラジオ業界未来とあると思いますか、音声配信は来ますかえっと、そもそもラジオ業界にあまり未来はないですと。で、音声配信は来ますかで言うと、 くるとは思うんですけど、その YouTube みたいに誰も彼もが成功するという形にはならないので、なかなか茨の道だと思います。その、ボイシーだったり、スタンド FM だったり、ダウンボイスだったりっていうので、ね、一応音声配信メディア、日本ではあるんですけど、その、まあ、YouTube の場合ってサムネイルがあって、そのタイトルがあって、で、なんとなくこんな感じだよねっていうのが、まあサムネイル見てみんなクリックをすると思うんですけど、 その音声ってそのまあ見ないで再生するので、その面白そうかどうかの情報があんまりないですよね。で映像の場合って早送りして、ああ画面のなんとなく見れば、あこういう感じの映像ね、じゃあ面白そうを見るとかあるんですけど、音声って面白いかどうかを、その多少なんか飛ばしてみても、聞いても分かんないですよ。なのでその音声っていくら面白いことをやっても、面白いということが伝わらないっていうのがあって、 なので、あの、一般市民が音声をやり続けるメディアっていうのは、なかなか伸びないんじゃないかなと思ってて、で、僕が関わってるナオボイスっていうサービスは、その、アスリートだったり有名な人っていうのがやりますよっていうので、そもそもファンのいる人がやるっていう状態で、で、そのファンだから聞くっていう、そういう構造でやってるんですよね。なので、その、元々のファン界で一般の人が音声でやるのは、かなり茨の道だと僕は思ってますよ。